ハロー YouTube! 下ネンツカのニュースの猫側にゃ今日もレッドもこんメニュースをお送りいたしますとんでもないファイルが大公開ですあ、これあれです。X ファイルのモルダーです。そしてそれをゴミのような目で見る。スカリーの中で話題にスカリーのことは性的な目で見てました。いや、お前全員やん今日はですね、ついにツイッター初世界金丸放送始まっちゃったよ伝えていきたいと思いますつっ とということでね、やっていきましょうあの HK でね、はぁ、あ、って言ういや、お前もう、ふとしから行こうや。え、ちょっとあの HK で、金丸放送が流れたっていう、ととんでもない情報が流れまして、申し遅れました。私、緊急ですよです。金丸の時間ですよ。いや、お前それはコーナー化しようとしてるよ。年内10万人の目玉って。 これ弱いんよ、それねということでね、今日の金丸の時間ですよ。ちょっとリスナーさんから垂れ込みが垂れ込まれましてね。まあ、別に言い直さなくていいんですけどもね、もうこれです。緊急警報放送の試験信号っって、いやもう放送の試験の信号でもわけわからんくなっとるよつって。はい。で、そしてこれね、内容はですね、災害とかが起きたら、あの HK は、 あなたのそばに寄り添います。いや、受信料を下げろよ、そしたらって話なんですけど。ね、そういうことらしい。そしてこれである。シュー、やかましいわって話なんですけどね。まあ、これね、あの、最近すごいあの HK で盛んに流されてるんですよ。まるで近く、あれが来てしまうみたいなことを事前に言ってるんじゃないかと。この金丸放送のテスト、これはもういつか来ますっていう、そういうノリなんだよ。ね、これは一旦皆さん受け止めてもらっていいですかいや、ちょっと何言ってるかよくわからないですね。まあそんな 世界がわちゃわちゃし始めたツイッターでやばいファイル公開されましたこのツイートねふとしさんが東部時間の5時に梅之助師匠の息子に関するやばいやつえ投下しますってそんな暴露言い始めたわけですよえ、だからお願い僕の相場にいいていやそれ HY の AM11 時でこれは PM17 時だからつってうるせえつってどうですかこの流れるようないや本題に入ってもらっていいですかしかもね皆さんびっくりする いることなかで今回第1弾らしいんですよ実はこれあと何回かシリーズ化するって,ってお前味しめたらお前第1弾のファイルが公開されましたそこに書いてあったことがとんでもなかったっていうのが今日の主題でございます2020年にね梅之助師匠の息子さんのね疑惑の総合ドンキホーテドン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 ペンハンタードンペンでおなじみのねドンペンちゃんなんですけど彼ビジネスマンなんですよそしてそのビジネスマンとして某国とか某国と非常に 密接な関わり合いを持ってた問題なのは、梅之助師匠やアメリカの威信を使ってその仕事を成し遂げてた。要するに、政府がドンペンちゃんをドンペンしてたんじゃないのかっていうすごい疑惑があったわけですよね。そして、これね、あろうことか、2020年、師匠とニャントラさんが選挙で戦ってる時に、この疑惑が巻き起こったわけですよ。で、事実、ね、証拠のようなものも出かけていたんですけれども、この の情報ツイ情報 ータ上ではなぜか削除検閲され拡散することはできなかったそしてそれを拡散しようとした人たちは次々に凍結されるという非常に不可解な事件が起き結果どうなったかっていうとこの息子さんの件は特に選挙戦に問題にならずそのまま師匠が勝ったはぁになったわけなんですけどあの件ってどうなったのかっていう今回ふとしさんが公開したファイルそれは2020年当時のツイッター た内部の幹部たちのやり取り、その幹部たちのやり取りの中で。 実際にムース島側からコンタクトがあったと。このことに関しては、忖度してくれという圧力があったということを、このファイルの中で暴露されております。この件に関して、不正など何もなかったと言っていた、ね、ジャーナリストたちは、実は今回、ふとすさんが買収を決定した瞬間に、ツイッターのアカウントを削除したんですよ。でもそれって、言論の自由が守られないから削除したって思われてましたけど、このことが暴露されるのが、やばいと思ったんじゃないんですか で、すこのファイルの中で、実際にコンタクトがあったのは、ムンス党だけじゃないと、共和党からもあったという話なんですよ。いろいろな団体がツイッター社に対して言論統制の要請をしてきたっていうことが書かれており、まあそれはそうだろうなっていう話なんですけど、問題は、当時のツイッター内部には、片方の思想だけを良しとする勢力がのさばっており、そのどっちの勢力だったっていうのは、師匠の息子が守られたことを見ても、非よ 見るよりもおペイペイですいやだからそれわかんないのよなんなのそれペイペイそしてこのことは当時の CEO ジャック・ドーシーを通さずに ホーム部門の、えー、責任者。ね、ふとしさんが一番最初に解雇した責任者いるんですけど、その人が全ての決定権を持っていたということも書かれており、この彼女が当時のツイッターをある一定の方向に導いていたことは間違いないということが、あ、間違いない。間違いないということが、これちなみに、あの、長井秀勝さんってこの間違いない、随作のモノマネらしいですね。随速 ということでね、今回第1弾ファイルでは、実際に圧力はあったとそしてそれに屈する形で、いや、むしろそれに乗っかる形で好き勝手やっていた当時のツイッター内部の状態が暴露されてしまいましたと。そして以前からの調査で、実際に2020年、ツイッター社は千の巨に干渉していたっていう調査データも出ました。噂によると、先日行われたサンバ師匠の国の千の巨に もうどうやら関わっていたらしいということを判明しまして、どんだけ好きやねん。お前らって話なんですけど、自分たちの好き勝手やってきた。状況が今暴露されつつあると、これが太子流の世界。太丸情報であるって太まる。まる天気。正論なれども波高しっつって。 いや、ちょっと何言ってるかよくわかりませんけどね。まあ、そういうことでね。これ、ふとしがやばいこと投下した。第2弾、第3弾も非常に楽しみだって話なんですけど、問題はその第2弾は投下されないかもしれないという危険性が出てきました。現在、ふとしさんって一番偉い人じゃないですか。バンとかされないはずなんですよ。でも実は今回のファイルを投下してから、ふとしさんのアカウントがなんかおかしい。これ何かっていうと、翻訳機能があるんですよ。これをね、使うことによって世界中の英語が苦手な人でも、ふとしの発信を読めるんですけど、 実は今太さんのツイートが。 翻訳不可になってるんですよ。これね、読ませないようにしてるんじゃないかと言われていて、実はツイッター内部にはまだお掃除は終わってなくて、ふとさんを何とかしようとしてる勢力がいるということがこれで分かってしまいましたね。先日、アーティストのカニエ・ウエストさんがアカウントを凍結されたんですよ。一応理由は、暴れる君をアバしたためっていう話だったんですけど、決定的になったって言われてるのが、あるシンボルマークをツイッターに掲げたんですよ。これが昔、第二次世界 世界再生の時にちょびひげの独裁者が使っていた例のアれのマークに告示しているからえ凍結されたって言われてるんですけど実はそうじゃないんですよねこれねラエリアンムーブメントと呼ばれる欧米で流行っている無神論を掲げる団体があるんですけどこのシンボルマークだったって言われてますこの団体ってどういう団体かっていうと創始者が1973年にフランス中部である異星人と遭遇しその異星人から人類の起源と未来に関する重要なメッセージ 字を受け取ったっていうまあ一般的にはとんでも団体と呼ばれてるんですけどカニエさんがこのシンボルマークを広めようとしたから実は凍結されたって言われてますそしてこの団体とロズウェル事件が非常に深く関わってるっていう我々闇界隈の中では土定番のネタがありましてロズウェルの宇宙人が持っていた聖書っていう内容なんですけどこれはちょっと別の動画で話しますまあ、そんなカニエさんなんで凍結されたかっていうのは実はこれフトシさんが現 現在ツイート翻訳不可にされているのと同じく何かしらの真実を発信しようとしてまた止められたってことなんですよ。 要するに、ふとすさんまだツイッターは完全掌握できてないと、私は見ておりまして、今回すごい第1弾ありましたけど、第2弾、第3弾、果たして投下されるのか、そして、ふとすさんはツイッターから排除されないのか、私たちめっちゃ見守っていきたいと。第1弾、世界金丸放送。来ましたね。来ましたよね。 チャンネル登録よろしくお願いしますねそういうことね、そうそういうういことなんですよ7万人まであと200人弱ね、ぜひよろしくお願いいたします年内10万人 <laughs> いけるいけるまあこれねツイッターが世界に真実を発信するのかそれともまた闇に閉ざされてしまうのか今めちゃめちゃ瀬戸際って話なんですよね現在ワールドカップ行われてまして今回この試合に採用されているコンピューター AI による審判判定 VAR っていうのがめちゃくちゃ話題になってますこれによって日本はスペインに勝ちを得た わけなんですけどこれがですね実は来たる管理社会の 前振りだっていう話があるわけ。今回、グループリーグ予選突破しているのって、全勝したチームがいないんですよ。これね、非常にスリリングな試合になってるんですけど、なぜならば、AI が、えー、公正な判定を行っているからだと言われてます。今までは、開催国や、競合国といった、アドバンテージが非常に大きく作用しており、審判判判定にも関わってたって言われてるんですけど、AI にはそんなもんありませんから、非常に公正な判定が行われてると。これを見て人々は、あ、AI っていいなって、 思い始めてるわけそして、これは世界を統合したい者たちにとっては非常に好都合な流れだと。最終的に AI によって管理するために人々から大きなデータを取っていくっていう、彼らが思い描いている世界が今実現しようとしている。それはこのワールドカップという多くの人々が見ているイベントの中でっていう。 話なんですけどね。まあ日本ではマイナンバーカードの情報がめちゃめちゃ漏洩したっていうのが話題になってますけど、これマイナンバーカード、いずれ人々の個人資産と紐付けされるって言われてました。これ紐付けされたものがもし情報を漏洩したらどうなりますかと。自分の資産を失うってことになるんですよね。そうなれば管理する側は非常に好都合ですよね。これ全部思い通りに進んでいると。 今回、ふとしさんが暴露しようとしていること。これ単なる大統領とその息子の相方ではないってことなんですよ。この背後にはもっとでっかい闇があり。それ暴かれたとき、人類は本当の目覚めが始まるのです。 え、ということで皆さん、年末近づいてきましたけれども、お体、ご自愛、いただきたいと、誰だーこれあの、あれなんですよ、お兄ちゃんの顔を顔面入れ替えでね、ダンスミュージックを軽快に歌うお兄ちゃんっていうめっちゃ面白い動画なんですけど、制作、著作、あの HK、いや、嘘つけいけるいけるあの HK がこんなもん作ってたんだな、つって。やっぱりあっち側じゃねえか、お前らって話でね、もう受信料下げろ、下げろって思って、 今日も一日お疲れ様でした。いよいよお過ごしください。昨日軽い気持ちでエンドゥのライブに参加してみた話なんですけど、ことの発端はリスナーさんが、エンドゥがオミソンの悪口言ってますよっていうタレコミがありましたよこのなって思って、このなって思って乗り込んでいったんです。で、まぁちょっとチャットに書き込んだんですよね。エンドゥがね、あ、オミソンさん久しぶりですね、ということから僕の、僕についてちょっとコメントしたんですよ。それがね、オミソンって工作員なんですかっていうことを聞いてきたわけですよ。そうですよ。いや否定しろよ、お前。否定しろよ、お前。 ね、ということでね。まあ、工作員って言っても、こっちですよ。いや、こっちだったわ。ゴーローリーって、ワクワクちゃんがね、YouTube で怖いこと書いてまして、すべてに権利があるから、絶対に使うなみたいな書いてあって、もうちょっと怖いから、テレビ埼玉の、ね、ダミーの方使うわ、ね。まあ、僕、こっちの方の工作員なんで、エンドゥ。クリエイトする方なんで、ね、ぜひね、あの、今後はね、工作員って、呼んでいいよってこと、工作員って言っていいんかい リィープにつかやもあぶがディル」「ひとつまの手料理食べたいな」「あしたも晴れたら」